ただいまあと停留所三条市デマンド交通は、新潟県三条市で運行されている、タクシー車両を使用したデマンド交通である。愛称は、姫さゆり。時間、路線ともに非固定であり、フルデマンドに分類される。高速バスからの二次交通の役割を果たしている AP、APA 高速バス停停留所利用者の予約を、受けて停留所間を運行する形をとっており、 一時間前までの予約が必要となる。一般的なデマンドバスとは異なり、時刻表は存在せず、乗降時刻を利用者が自由に決めることができる。市内ほぼ全域に618カ所の停留所があり、停留所以外での乗降はできないという形をとる。停留所は4つのエリアに分類されており、組み合わせによって、後日の運賃は異なる。利用登録は不要で、 市民のみならず被害の人も利用でき、観光や余暇の利用も推奨されている。工場の祭典などのイベント時には、直前の予約が可能となる場合がある。一人乗車の場合と複数人乗車の場合で、運賃が大きく異なることが特筆される。2020年3月時点では、一人乗車の場合は、距離に応じて、大人500円から3000円であるのに対し、 複数乗車の場合は乗降エリアの組み合わせにより、大人400円、または800円である。満65歳以上、または運転免許証返納者に対しては、1年間有効のお出かけ、パスが販売されており、これを提示することで、複数乗車時の運賃がさらに割引となるほか、市内の共産店で各取得典がある。2020年3月時点では、 以下の4社が運行を担当している。2008年10月から、市街地及び下田地区で別々の体系として第1期実験運行が開始され、前社では循環バスの中型バス車両、後社ではジャンボタクシー車両が用いられた。2009年12月からの第2期実験では、市街地の車両がセダン型となった。2010年10月からの第3期実験では、 両者が一体化し、停留所が自然域に拡大された。こうした実験を経て、2011年6月から601カ所の停留所による本格運行が開始され、姫さゆりの愛称も与えられた。2018年6月からは、土休日の運行を開始し、毎日運行となった。2015年の調査によれば、通院や買い物目的での利用が多い。 ありがとうございます。